皆さんこんにちは。第一年課社の専属バリスタ植松です。 SGAJ へご来場いただきましてありがとうございます。この動画ではサンレモコーヒーマシーンカフェレーサーの説明をさせていただきたいと思います。このカフェレーサー、一番の大きな特徴は非常にクリーンなエスプレッソが抽出できる部分であると思います。蒸らし機能を切った時のクリーンさ、これは他に例を見ないぐらいのクリーンなエスプレッソの味わいを楽しむことができるマシンだと思います。つまりこのマシンをおすすめしたい人、私がいつもおすすめさせていただくのはスペシャルティーコーヒーやシングルオリジンのコーヒーをメインで扱われている方、そして浅入りのコーヒーをエスプレッソとして抽出されている方に私は特におすすめをさせていただきたいと思っています。注目するべき点はこのカフェレーサーの温度コントロール、そして水流を常に新しいお水を加えて抽出をしていくことによってそのクリーンさが生み出されていくという部分が特筆すべき部分だと思います。どのメーカーもハイエンドモデルのエスプレッソマシンはダブルボイラーではなくマルチボイラーと言われるボイラーをたくさんこう中に入れていく構造というのが今どれも主流ではあるのですが、このカフェレーサーはその中で もう究極状態での温度コントロールを可能にしています。そして抽出のプログラムの精度も非常に正確です。従来のエスプレッソマシンとは比較にならないぐらいフローメーターの精度というのも向上しておりまして、電子スケールなどを使わずとも、ほぼ完璧な状態で、プログラムでの抽出というのが可能になっております。同時にミルクのスチームもワールドラテアートチャンピオンシップの認証機種として選ばれた実力からもお分かりいただける通り、非常にドライなスチーム、綺麗なフォームというのが簡単に作れるような構造になっております。導入するだけでお店のエスプレッソやカフェラテのレベルを確実に引き上げてくれるのがこのサンレモコーヒーマシンのカフェレーサーです。どうぞお楽しみくださいませ。